この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。対象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。 2B。 アンドロイドの風呂に入る必要がない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もう 2B は気分ですよ、気分。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。 2B、 9S 司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。こちら2もブルーリッジ2。この通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。防衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊に支援を求む。南西の方角、距離 2.8 キロ。これより周囲の警戒に行こう。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。こんな大きな敵どこに。何あれ。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。2B さん、衛星レーザーも直接攻撃場に乗りました。でも敵の発生する電磁波明細で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません。でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。機体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を支持。きました。衛星レーザー攻撃着弾します。本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。夜波部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。 2B、 ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。2B、 ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。 2B、 敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。まずいですよ。ここを離脱しましょう。大丈夫ですか、2Bさん。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アズロイド殲滅用として開発されたのですが制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し敵味方関係なく攻撃を始めたんですが、結局我々も暴走を止めることができなくて深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。2B、 ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。9S が戦線から離脱、脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、きっと 9S には考えがある。僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。心途絶。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。2B、9S、死ぬなよ。